エビス海側線に使用されるエアロバスエビス海側線は新規バスが運行する路線バスである。阪神高速道路を経由するが、同社では路線バス扱いである。兵庫県内都市間高速バス、短距離高速バスと位置づけることもできる。平日百二便度休日十五便阪神高速七号北、神戸線が通行止めの時は、 三六倍パス、または、国道428号兵庫県道85号、神戸加藤線神戸市道を経由する。なお、平成27年台風第11号による土砂災害で、兵庫県道52号、神戸明市線が、普通になったときは、阪神高速7号北神戸線、神戸淡路鳴門自動車道伏せ旗ジャンクション神戸、 淡路ジ・ナルト自動車道神戸西インターチェンジを経由した。三木営業所、西脇営業所が担当途中、神戸電鉄青線と並走する区間がある。このような理由から、神戸電鉄と競合するにもかかわらず一定の需要があり、特にラッシュ時の便数が開設当初に比べて増加している。青線は、 1998年度から2007年度の10年間だけでも約102億円もの累積赤字を計上している。2001年9月1日の開業時は往復合計で平日30便、休日26便であったが2015年10月1日時点で平日85便と休日81便となっている。ただし、閉奏区間最の木畑停留場、 平日の21時、土日祝の21時7分に発車する、最終便以降の時間は、神戸市内中心部へは、神戸電鉄で飲み行くことができる神戸新聞ニュース、三木阪神高速道路7号北神戸線の、最高速度規制の見直しについて鉄道を利用の、場合、神戸三宮駅緑が丘駅は50分前後、運賃720円。バスの場合、 新規三ノ宮バスターミナル緑ヶ丘駅は41分前後、運賃660円。さらに、神戸市発行の福祉乗車証所,所持者は、三ノ宮緑ヶ丘間を無料で乗車できる。緑ヶ丘駅からは、団地内路線バスを兼ねているため、バスで、緑ヶ丘駅やしじみ駅へアクセスする必要のあるエリアであれば、さらに、運賃差は拡大する。 前回会議時にご指摘、ご要望のあったデータ、事故等について2010年1月28日。 神戸電鉄青線活性化協議会守る結ぶ。地域公共交通再生へ神戸新聞2010年12月6日 https コロンスラッシュスラッシュ shinkibus.actibookone.com スラッシュコンテントスラッシュディテール。パラムイコール AGB250ZW50。トゥンバッシュジョイダサンミズンズレイゴイチビエサイロークオットル9。 http://www.shintetsu.co.jp:/railway:/timetbl:/table:/170325:/w1pdf http://www.shintetsu.co.jp://lala//timetbl//table//170325//h11pdf:/https://shinkibus.actibookone.com/.content//.detail param="a AGB250ZW50 トゥンバッシュジョイダ3ジシンアーズレイゴ 1BSI6 オットル QHTTPS コロンスラッシュスラッシュ SHINKIBUS.ACTIBOOKONE.com スラッシュコンテントスラッシュディテールパラムイコール AGB250ZW50 トゥンバッシュジョイダ3イズンズレイゴ 1BSI6 オットル Q ありがとうございます